はい、皆さんどうもこんにちは、ゲンです。あなたの殺し方というゲームを今回実況プレイしていきたいと思います。はい。で、今回のゲームちょっと、R12 って書いてあったんで、はい、12歳以下は見ないでください。はい。はい、僕はあなたです。僕はあなた。何これ。服装や、顔や服装や口調が違っていてもあなたです。そしてこのゲームはそんなあなたを殺すお話です。なるほど。すごい可愛らしい男の子。あ、マウスカーソルが意味なんてありません。あったとしてもそれはきっと意味とはなりません。なるほど。てんてんてん。あなたはあなたを殺しますか。いや、しないけどね、普通は。これ移動できるのも、あ、移動できる、移動できる。なんかあれみたいだね、ちょっとこの可愛らしい感じが、なんか何のゲームだっけ、なんか似てる気がする、雰囲気が。何この月のマーク。ちょっと月のマーク押してみていい。月のマーク、あ、意味ない。え、じゃあ普通にこれ部屋に入ればいいのかな。これまず水の部屋から行くか。これエンターかな。エンターだ。あ、エンターで移動できるのか。これ水は何。あ、そのまま水没。あなたがあなたを殺しました。それは何も意味を持ちません。これは、要するに、これは何、何これ、自殺は良くないよ、みたいな感じかな。その意味として見れば。何これ、落ちた。落ちる。うわぁ。痛々しい。あなたがあなたを殺しました。それは何も意味を持ちません。なんか奥が深いね、このゲーム。あ、これはギロチンじゃないですか。ギロチンっすか。ギロチン危ない。うわー、ギロチンやだ、見たくないな。やだな、普通に。うわっ、うわー、ちょっとこれモザイク。普通にちょっと今モザイクだった。あなたがあなたを殺しました。それは何も意味を持ちません。この文章しか出てこないね。とりあえず全部言ってみるか。目は何？目、何これ。これなんか、なんか落ちてる。拾えるのかな。え、うわ、目意味ない。うわ、痛い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 な、それ。やめて、そういうの良くない。え、でもあなたがあなたを殺しました。その出血量で死ねるの知らんけど。人間って1リットル出たらまずいんでしょ。まあでもそっか、出るか。まあ、ど、うわ、これあれじゃん、電気椅子じゃん。え、これ全パターン見てなんかあれすんのかな。いや、これもグロそう。いや、痛い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 、ああ痛い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 。モザイクです、普通に。あなたがあなたを殺しました。それは何も意味を持ちません。それはそうだね、自殺は意味ないよ。え、これで終わり。あ、てんてんてん。ん、あなたはなんであなたを殺すんですか。何も意味を持たないのに。殺したってあなたはまた現れます。画面の真ん中に表示をされます。それなのになんで、なんで。首を絞める。え、意味なんてない。うわ、ノイズが。あなたはあなたを殺しました。それは何も意味を持ちません。それはそうだよ。ねえ、どうしてあなたを殺すの。意味ないのに。あなたと姿が違うから、ゲームだから。それでも普通に可愛い男の子じゃん。あなたはあなただよ。それとも中性的な見た目にしてんのかな、女の子でもプレイできるように。あなたはあなたね。解決方法は案外身近にあるんだよ。普段は見ないファイルの中とかね。え、これまさかまたファイルいじる系ですか。ドキドキ文芸部と同様。え、ちょっとじゃあファイルもキャプチャしようかな。ちょっとじゃあファイルキャプチャーします。フォルダー内、どこ見ればいいの？データウォルフ。データウォルフなんか見ちゃダメだよな。セーブ。行きたい！何これ？このデータ何？行きたいっていうセーブデータがある。これをどうすればいいんだろう？ファイル。行きたいっていうファイルを、行きたいってファイルをどうすればいいの？ね、むずいな。ちょ、一回開くか。あなたは、ちょっと待って。もう一回ちょっとキャプチャー変えるわ。ちょっと待って、ごめんな。あなたは、あ、
これで行くんだ。ちょっと待って。これさ、ちょっと、この、これさ、ちょっとやりにくいから、ちょっと一回メモに書いてさ、ちょっとあれしていい？ちょっと、コピペします。一回自分のメモ欄に開いて。行きたい。コピー。で、行きたいっていうのを、行きたいっていう文章をコピーしたんで貼り付けていきます。カーソル V。カーソル V。はい。行ったんじゃない？そう。あなたは違っても。いや、あなたはあなただから。あなたは行きたい。あなたは行きたい。ありがとう。あなたの殺し方。うわぁ、ちょっとすごい短編だったけど、ちょっと奥深いね。うん。手羽先6秒様。すごい名前だった。でも、面白いゲームだ。遊んでくれて、本当にありがとうございました。いや、どういたしまして。こちらこそこういうちょっとね、素敵なね、短編ゲームありがとうございます。おまけ見ましょう、せっかくだから。おまけ部屋へようこそ。おまけ部屋は何？お話しするしかありませんが、ゆっくりしていってください。何か聞きたいことありますか？あ、これあんだ。このゲームについて。おまけ部屋の曲は、前作、プニドリカンの曲となっております。何プニドリカンって。前作、前のゲームかな？興味がある方はぜひプレイしてみてください。じゃあちょっとやってみましょうかね、いつか。今回はコラボ作品ということでギフトさんにイラストを描いてもらいました。素敵すぎてギロチンの絵を見ていたら、背後に家族が。なかなか悪趣味なゲーム作ってるなって思われそうだよね。そういうギロチンの。解決策は身近なところで、ということで、セーブファイルの中に隠しておきました。身近であり、あまり見ることのないところ。そういう場所に、これドキドキ文芸部やってなかったら気づかなかったね。普通に。何か聞きたいことありますか？うん、この主人公について。このゲームにはあなたとあなた、2種類が存在します。あなたは最後に無理やりにでも、行きたい、とあなたに言ってもらいたかったみたいです。あなたを殺すことは何も意味を持ちません。どんな姿であれ、あなたはあなたです。殺さないであげてください。何か聞きたいことありますか？おまけ部屋を出る。いやー、ここまで遊んでくれてありがとうございました。面白かった、普通に。いかがでしたでしょうか？今回の実況、今回のゲーム。ちょっと、本当にね、奥が深い、その哲学的な意味で、哲学的というか、単純にやっぱ、ね、ちょっと、自分でもちょっとあんまりね、語彙力があれなんで、いや、やっぱね、やっぱ自殺は良くないよ、みたいな、そういう意味合いがやっぱ深いんじゃないかなって、うん。とりあえず生きときはなんとかなるよな、みたいな。ダメな、みたいな、そういう感じでしょう。いやー、面白いゲームだったね。じゃあまた次回のね、ゲームでお会いしましょう。じゃあ、ありがとうございました。